そろそろ始めましょうか。ショーパーティーと行きましょうか。レモン農園、もう一席は終了ですかね。なんかアイテムにレモンがあったから、それの関係。第5話調査ポイント C、 レモン農園 C か。地図に知らされた次の場所はレモンの木が生い茂っていた。もう長いこと手入れされた気配はない。もしかして迷子は僕？あら先生、ここにいらっしゃったのですか。花子ちゃん、かわいい、綺麗、好き、会えてよかった。実は迷っちゃって。先生もでしたか。確かにここは木があまりにも多いしね、その木に矢印つけたりするにもいかんしね。遺跡の調査だし、これはもう農園ではなく森と言った方が良いような。ふふ。はい、どうして農園と呼ばれていると知っていたのかですか。それは、え、何？そうですね。どう説明したものでしょう。私の直感ですかね。へぇ、そのか、バレた？なんか監視カメラ仕込まれてるわ。おぉと思ったけど、その顔を信じていませんね。ですが私もまだ判断に迷っていないです。はじめから先生は何か裏があると気づいていたように思います。いろいろと聞きたいことがありますよね。なぜこんな島に、それもわざわざ小春ちゃんを連れて。そうだよね。わざわざ遊びに行くわけでもないよな。どうして何も聞きにならなかったんですか。確かに気になるけど、花子のこと信じてるから。あらら。予想外の反応が返ってきましたね。私、思っていたよりも先生に信頼されているのでしょうか。いや、いるいる。そうなんよ。変態キャラっていうのは重要な局面では役に立つ。これは二次元の鉄則。すべてが解決したら折を見て話しますので。気になるなそれ。今は黙っておこう。でもそれとも私じゃ頼りないかな。でも一人で抱えずに話してくれると嬉しいな、花子。ふふ。そう言われると弱りましたね。これでバトンは私に渡ったのでしょうか。自分から何か打ち明けるのはあんまり慣れていませんが、せっかく気にかけてくださっているのですから、今日は先生のおっしゃる通りにしましょう。夏ですからね。開放的ですからね。おそらく先生は、この状況を、ういさんや小春ちゃんのために、私が用意したと思っているでしょ。そうだね、呼んできたの、花子ちゃんだし。私が詳しいお話をせずとも、取り立てて心配する素振りを見せず、信じてくださったわけですから。捉えようによっては、ここはリゾート地と言えますし、ここでなら、ちょっとしたバカンス気分を味わえますよね。遺跡を調査する名目で訪れましたが、みんな水着姿で過ごしているわけですし、そうね。それもやっぱ花子ちゃんの優しさなんだね。ういさんの問題と小春ちゃんの希望。ういさんは人格的な。小春ちゃんの希望、ごめん、ストーリーやってないからわからんわ。その二つを同時に解決できる、ぴったりの計画になっていると。先生はそう思ったのではないでしょうか。そうだよ。その認識で概ね間違ってはいません。ですが先生。もしもの話ですが。ん？このような時間が必要だったのは、ういさんや小春ちゃんだけではなかった。子も必要だったの？疲れてたの？大丈夫かな？話聞こうか。としたらどうでしょう？それって、そうですね。まあ、つまり、私も年相応の女の子ですから、周囲からどう思われているかは別として、心は一人の平凡な少女。かわいい！よかった！ね、今日聞いてよかった！ガチャを！たまには肩の荷を下ろして、みんなと笑って楽しい時間を過ごしたいと思っても、おかしくないでしょ？いや、嬉しいな！二人のためというのは、自分に対する言い訳です。遊びたかったんだ、本当に。いいね、花火見たりね。その実、心では誰よりもこんな時間を望んでいた。ほんほん。みんなと海に行きたかった。へぇ。ふ？ただそれだけのお話です。あ、やばい、しんみりしちゃった。めちゃくちゃいい子。もうどうしよう。この子、そういう、なんていうの、エッチな目で見れないんだけど。めちゃくちゃ純粋な子じゃん！
何か言っていただけると助かるのですが、やはり私には似合わないでしょうか。やぶって似合いすぎるって。花子にも余裕ができたんだな。そういう風に思い言えるようになったことが嬉しくて、こっちかな。そうですか。でも考えてみたらそうかもしれませんね。ですが、せっかく無人島まで来て二人きりで過ごせる貴重な時間を、いつもの冗談や世間話で無駄にはしたくありませんでした。そういったお話なら戻ってからもできますし、わあ嬉しいな。先生との時間も大事にしてくれてると。先生、これからはもう少しだけ私もわがままになってもいいでしょうか。もっとわがままになって自分を出してほしい。もちろん受け止めるよそれを。あら、そんな簡単に返事をしてしまって本当に大丈夫ですか。もう満タン。もしかしたら先生が思っている以上に負担かもしれません。わけないだろう、花子ちゃんに言われて。夏だからね。ではこの先も期待しちゃいますよ。知ってますよね、私こう見えてもかなり記憶力がいいんです。なんかしたのかな、ストーリーで。今日の約束、ああそういうことで足りないやん。今日の約束は大事にするよ、僕も忘れないから。その後、花子とレモン農園を見て回ってから拠点に戻ると、花子と二人きりだったせいで何度も小春に死刑、エッチなの死刑禁止絶対。そういうことでしょ。別に花子ちゃんもそんなポイを行くような人ではないと思うけどな、僕が見てる限りは。誰でもいいわけではないでしょう。まだ小春ちゃん何も分かってないな。え、ああ6か、進めないかと思った。次6。第6話、調査ポイント D、 忘れ去られた灯台。よいしょっと。あ、ここいいな。ここめちゃくちゃいいデートスポットやん。まずは一つ、海きれいやね。ふう、灯台の中も思っていたより物が多いですね。生徒会の方が使っていたと聞いて、もう少し整理されていると思ったんですが、あれ？先生どうかされましたか？他の皆さんと一緒に行動していたのでは。いや、ひなたが心配になってね。ひなた一人だと大変じゃないの？そんな、大丈夫です。そこまで気を使っていただいては申し訳ないですし。普段からは物品の管理で慣れていますから、問題ありませんよ。いや、とは言ってもよ。確かになんかひなたちゃん、重いものも結構ひょいって持ち上げるんだろうけど、ここは任せていただきたい。ですが、先生の立場からしてみれば危なっかしくて不安ですよね。そうね。一人にさせられないかな。立場なんて関係なく、ですか？こ、告白では！なんかもうホストの気分なんだけど、落とそうとしてない？女の子たちを。そうですね。ここまで言ってくださっているのに断るのも申し訳ないし。お言葉に甘えて手伝っていただいてもよろしいでしょうか。任せて。でも、大きいものは私に任せください。舐めんな。筋肉舐めんな。それではお願いします。その後、ひなたと一緒に手がかりを、灯台の外へ運び出した。ふう、今ので最後でしたね。皆さんはまだ内部の調査を続けるみたいなので、私たちはここで待っていましょうか。本当にお疲れ様でした。先生、改めて感謝いたします。ひゃう！今、なんか変な音がしませんでしたか？なんすか？あ、また出た！ネメシスだっけ？次、ひなたちゃん！やっぱりここにも、増えていく！まだ増える！やばいかも！多くない？これは完全に包囲されてしまいましたね。まさかここまで多いとは思いませんでした。え？他の方々も呼んできた方が良さそうですか？それは、どうしたの？わかんない。何？どうしたの？その何名いらっしゃるのか確認してみました。ウイさんたちにはなるべく調査に集中してほしくて。なので私だけで何とかならないかなと。そう、いける？ん？一人で戦うってこと？そうですが、制度ではいろいろありますし、この程度の戦闘なら日常的に、あれ何かおかしかったでしょうか？まあ、本当にこの子可愛いな。ねえ、もう一回ひなたちゃんのピックアップ出してくれん。やばい。めっ
たかわいい。この目とかも良くない？このハウシンドルメスキ、これくらいの戦闘よくありますよね。え、みんな逃げてたよ、これより少ない数で。いやいや、頼りになるけどね。来ます、ここは私が食い止めます。先生よろしければ任せて、指揮は私が取るから。迎撃準備開始。ありがとうございます先生。お、ああ、僕の、あれかな？キャラかな？これ。うん。あ、普通の戦闘なんだ。逃げるのかなと思ったけど。はい、頑張ってください、皆さん。どんな能力だっけ？味方の防御力アップ。まあ、死なないの大事だからな。私はこっちだよ。ウイちゃんのスキルコストを最大で 50% 減少。強いな。5つの円形範囲内の敵に対して攻撃力250。これ貯めとこうか一回。で、この子倒したら、スキル打とうと思ったんだけど、まあ、強すぎちゃんと。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱ花火の音に聞こえるんだよな、これ。ね。ふぅ。意外と大変ではありませんでしたね。これで皆さんの邪魔せずに。先生、顔色が優れませんが。お？もしかしておかげを、すべて防いだよ。防いだはずなのに、そんな、あ、怪我ではないですね。お、安心しました。先生が怪我をされていたら、皆さんに顔向けできないところでした。ありがとう、そんな心配してくれて。あれ、この音は、何事ですか？爆発音が聞こえてきたんですけど、小春ちゃんかな？あ、ういちゃん。それに、ひなたさんも。お二人とも無事のようですね。やっぱり、先ほどの音は、音ですか？その、これはですね、隠したいの、自分の強いところを。乙女ジャキエの、はぁ、あ、何もありませんでしたよ。皆さん、どうかされた？めちゃくちゃ可愛いごまかし方。操作をされていたはずですよね。こうしてる場合では、どういうことでしょう。中にいても何十発と聞こえてきましたが、私には話せないということです。そんな寂しい目をしないでよ。本当に何でもないよ。二人の関係だから。二人だけの秘密だから。ふふ、なるほど。私たちの思い過ごしのようですね。さあ戻って続きに取り掛かるとしましょうか。花子、いい子！いや、ここでさ、僕の予想では花子が、ふふ、お二人で激しい争いをしていたんですね。ふふみたいな、そういう下ネタを言ってくるかと思ったけど。察しよすぎやん。トマトさんまで急にどうしたんですか？もしかして何か企んでいるのでは？まあまあ、先生も何でもないとおっしゃっているじゃないですか。もし何かあれば連絡してきますよ。さあ戻って捜査を続けましょう。いや、その前に、本当に何もなかったか確認してからでも。さてき先輩。ひゅーかわいい。わかりますよ、もう。戻ればいいんでしょ。かわいい。それでは戻りますが、何かあれば、いつでも連絡を。ひょーん。追い払ってしまった。ありがとう、花子。あら、何のことでしょう。それでは私たちも戻りましょうか、小春ちゃん。うん。ビビってる小春ちゃん、ビビってる。後で、花子にお礼言わないとね。そうですね。ウイさんにも、トリニティに戻ったら謝ろうと思います。これで良かったのでしょうか？その悪気がないとはいえ、隠し事をしてしまったのには変わりはありませんし。シスターとして許されぬことを。秘密が、できちゃったね。ちょっときしょいな。うわ、大丈夫。私も共犯だから。これくらいがいいな。ありがとうございます、先生。そう言っていただいて心が軽くなりました。では、お言葉に甘えて。私たちだけど、秘密ですね！あ、好き！これ、チューしていい距離じゃないの？ダメなの？これでも。先生と生徒だからな。え、何ここ。幸せだな。その後、ひなたと荷物盤をしながら少し休憩を取った。怪しい！何そのご休憩。一回さ、今日はここまでに終わりにしよう。
じゃあ明日、7やっていきましょう。もう10まで全部終わらせると思う。済んでおりますので。ほんじゃ、グッバイなら。猫が猫。